仕事帰りにビッグマックセット見つかってきて。飲み物は全部コーラね。え、あとケンタッキーと吉野家の牛丼も。そんなに？何？文句あるの？最近体重も増えたみたいだし、少し節制した方がいいんじゃないか。はあ？誰に向かって意見してんの？せめて飲み物はコーラじゃなくてお茶にするとか。私コーラしか飲めない体質だから無理。妻の体が心配なんだよ。最近100キロの大台に乗ったって言ってただろ。体重100キロなんて海外では普通よ。ぽっちゃり体型のお前に惚れて結婚したけど、いくらなんでも太りすぎだ。うるさいわね。病気のリスクも上がるし、少しダイエットしないか。誰のせいで私が太ったと思ってるの？どういうことだ？あなたがそうやって私にストレスを与えるから私はこんな体型になっちゃったのよ。俺はお前にストレスなんて与えた覚えはない。子供が欲しいってうるさく私にプレッシャーかけるでしょ。それは俺たち結婚してもう5年も経つし、子供を欲しいと思うのは当然だろ。夜もしつこく迫ってきてほんと迷惑なんだけど。でもお前と最後にしたのはもう2年も前のことだ。そうだっけ？2年前から俺が何度誘っても拒み続けているじゃないか。だってあなたタイミングが悪いんだもの。私が疲れてる時に限って誘うから、そんな気持ちにもなれなくて。なあ、子供のことそろそろ本気で考えてくれよ。親も孫を見たがってるしさ。偉そうに言ってるけど、不妊の原因はあなたにあるってこと忘れたわけじゃないわよね。それは私が3年前に受診した不妊クリニックのフーナーテストで、あなたが原因で子供ができにくいって言われたのよ。本当にそれは申し訳ないと思ってる。でも俺もそれから健康と食生活には気をつけて体調を整えてるんだ。そんな笑あがきしても無駄よ。チャレンジしてみないと無駄かどうかなんてわからないだろ。ああ、もうそういうのも本当ストレス。ねえ、知ってる？ストレスが溜まるとね、妊娠しづらくなるんだって。俺は子供が欲しいだけなのに。ならもっと私のために尽くして、私がストレスを抱えないようにしなさい。家事はほとんど俺がやってるし、専業主婦のお前にこれ以上何をしろって言うんだよ。もっとお小遣いちょうだい。毎月10万、生活費以外に渡してるだろ。足りない。来週ミュウと温泉旅行に行く予定だし、お金が必要なの。またお前、毎週のように友達と旅行に行ってるじゃないか。だってストレス溜まるんだもの、あんたのせいでね。わかったよ、もう子供についてはうるさく言わないから。最初からそう言ってればいいのよ。まあ、ストレスがなくなったら子作りそのうちしてあげる。俺の名前は源太、39歳です。5年前に結婚した俺ですが、子供はまだいません。原因は俺の体で、そのことで夫婦の関係もギクシャクしてしまっていました。申し訳なさに、俺は彼女の身の回りのことを何でもやり、そして自身も体質改善のために運動をしたり、食事に気をつけたり頑張っていたんです。しかしそんなある日のこと、友達との旅行から帰ってきた嫁の旅行カバンを片付けていた時、俺はあれを見つけてしまったのです。2週間後。来週出張よね。そうだけど。あなたの出張中、ミュウが泊まりに遊びに来る予定だから、部屋ピカピカに掃除しておいて。塵一つ落ちてたらただじゃおかないわよ。今回は旅行じゃないのか？たまには家でのんびり過ごしたいねって話になったのよ。わかった、部屋は綺麗にして出張に行くよ。それと食事も家で取るつもりだから、お惣菜作って置いといて。外出できないのか？ミュウが外食嫌いなのよ。なら自分たちで作ってくれよ。仕事が忙しくてそんな時間ないんだ。食事作るなんてストレス溜まるから絶対に嫌。作って言ってくれないなら高カロリーのメガサイズピザ頼みまくるけどいいの？高カロリーな食事は控えてくれって言ったろ。なら文句言わずに作って。わかったよ、簡単なものを作っていくから2人で食べてくれ。やっぴー、ありがとね、ダーリン。当日。今家にいるのか？うん、家でミュウとマリカーして遊んでるわ。本当に？何よ、しつこいわね。今ゲームしてて手が離せないから、また後でね。ミュウちゃん、今日はお前とは会ってないって言ってたけど。は？お前のフェイスブックからミュウちゃんを見つけて連絡を取ったんだ。ごめんごめん、今日はミュウじゃなくてマキと会ってるの、言い間違えちゃったわ。ごまかさなくてもいいよ、浮気してるんだろ。何言ってるの？もう調べはついてる、若い男と一緒にいるんだよな。なんだ、バレたならもう隠す必要もないか。今二人で家にいるのか？そうよ、彼食べ放題の店で出会ったんだけど、飲食店をやってる経営者でお金持ちなの。
いつから付き合っていたんだ？2年くらい前かな。そんな前から。今まであんたを捨てなかったのは、下僕のように働いてくれて使い勝手が良かったから。俺のことそんな風に思っていたのか。気がつかないなんて哀れね。私はね、種なしなあんたを捨てても何の問題もないの。こんな裏切り方をしてどうなるか分かってるんだろうな。慰謝料請求したいならすれば、300万くらい彼があっという間に払ってくれるし。お前は俺とレスの間、その男と楽しんでいたわけだ。だってあんた下手だったんだもん。これから私は特製の美薬飲んで彼氏とお楽しみよ。そんなものまで用意してたのか。あなたには何もできないでしょ。帰ってこようにも3時間はかかるものね。そうだな。せいぜい出張先で指をくわえてなさい。思いっきりハッスルしちゃうんだから。これ何入れやがった。ああ言い忘れた、美薬の中身入れ替えといたよ。はあ、俺特製の美薬うまいか。ゲロマズよ、一体何を入れたのよ。センブリ茶をベースにゴーヤ、春菊、セロリ、優しさにお前の大好きなコーラも入れておいてやったから飲みやすいだろ。コーラなんて苦味とえぐみにかっ消された。でも健康にはいいんだぞ。不健康体型のお前にはぴったりだろ。余計なお世話よ。それより水を取りに行こうと思ったら寝室の扉が開かないんだけど。俺が外から閉じ込めた。うちの寝室窓がないから出られないだろ。出張は？あれはお前の浮気現場を抑えるためについた嘘だよ。ちょっとどうするのよ。彼も一緒に飲んじゃってあまりのまずさに吐いて倒れちゃったの。そりゃあ災難だな。ケロの匂いが部屋に充満して気分が悪くなってきた。俺も嫁の浮気現場なんて目撃して気分は最悪だよ。お願い水をちょうだい。お前コーラしか飲めない体質なんじゃなかったか。ごめんなさい、許して、私も吐きたくなってきた。ボンレスハムみたいな格好で部屋をうろうろするお前の姿、滑稽だな。え、なんで私がヒモブラヒモパン姿だって知ってるの？寝室に仕掛けたカメラで見てるからな。お前が下着姿で寝室に入ってきたところからバッチリ全部確認済みだ。マジ？しっかり録画もしてある。浮気の証拠として使うから覚悟しとけ。何よ、鬼の首取ったみたいに言っちゃって。元はといえば、あなたが不妊症だからストレスがかかって私は浮気したの。そのことだけど、俺が原因じゃないんだろ。え？ミュウちゃんから全部聞いたよ。3年前、不妊の原因って言われたのはお前だったんだろ。何のことだか。俺もすっかり騙されていたよ。お前の肥満が原因で子供ができなかったんだよな。あいつ、余計なこと言いやがって。ミュウちゃんは悪くないだろ。まあ、バレたなら仕方がないわ。離婚してけりゃしてあげるし、慰謝料も払ってあげる。だからとりあえずこの扉を開けなさい。ずいぶん上から目線なんだな。言ったでしょ、私はあなたと離婚しても全然平気なの。それより早くこの部屋から出して、臭くてたまらないのよ。わかった、そこまで言うなら部屋の扉を開けるよ。早くして。ああ、ちなみにだけど、今家にお父さんとお母さんが到着したから。はい。リビングでお茶を飲んで待っててもらってる。なんでパパとママがいるのよ。お前と離婚するって伝えたら話を聞きに駆けつけてくれたんだ。嘘。待ってろ、突っ張り棒を外せばすぐに扉を開くからな。開けないで。どうして？こんな姿でパパとママに会えるわけないでしょ。今更だと思うけどな。ということ？モニターでお前の様子はもうお父さんとお母さん見てるし。終わった。お父さん、お茶を持つ手がわらわら震えてるぞ。何よ、私をこんな目に合わせて楽しい？ひどいじゃない。浮気相手を家に連れ込んでたお前が言えたセリフか。彼が目を覚ましたらパパとママに新しい旦那って紹介する。安月給のあなたよりも素敵な旦那様だもの、きっと認めてくれるはずだわ。お前勘違いしてないか。その男、飲食店の店長なんかじゃないぞ。え？その男の身辺調査も探偵に依頼したんだけどな、そいつただの居酒屋のアルバイトらしいぞ。嘘よ、彼はお店もたくさんやってて大豪邸に住んでるって言ってたもの。その大豪邸に行ったことは？ないけど。その浮気相手が住んでるのはボロい風呂なしアパートだよ。信じない、私はそんなの信じない。じゃあそこで伸びてる浮気相手に聞いてみろよ。ちょっと待ってなさい。マジだった、全部嘘だって。ご愁傷様。え、どうするの？金なし浮気相手なんてパパとママに紹介できないじゃん。そうだな。しかも
お金がないってことは浮気の慰謝料は誰が払うの？お前しかいないだろ。今までのこと全部なしで。できるわけないだろ。いいから部屋から出てこい。いや、この扉開けたら絶対怒られるじゃん。最悪の未来しかないじゃん。観念するんだな。私ここに籠城する。絶対にここから出ないんだから。俺は構わないけど、お父さんとお母さんはお前が出てくるまで帰らないって言ってるから、そのつもりでな。開けたら地獄、開けなくても地獄。私は一体どうすればいいのよ。後日だ。その後約6時間部屋に籠城したカナでしたが、喉の渇きと空腹に耐えきれず泣きながら出てきました。居合わせた浮気相手は義両親と俺に土下座しましたが、俺はカナと浮気相手にそれぞれ200万の慰謝料を請求しました。もちろんですが、カナとは離婚。実家にも感動されてしまったカナは今浮気相手のボロアパートに転がり込み、居酒屋のバイトでなんとか生活しているらしいです。俺はというと、その後新しい奥さんと出会い結婚、子供にも恵まれました。今は家族のために日々仕事に精を出しています。